ちょっと緊張してますね。どうもおち、はい、パートナーが武田さんですけれども頼りになりそうですか？そうですね、なんかお友持ちとして頑張れそうだなって思います。 お友持ちってのは何ですか？ここだけの話、お友達って意味です。そうなんだね、うん、お気楽な桃地と陽気な武田だが、包帯が迫ってもいつもの調子でいられるか。こんな大きい包帯があんた、うわ、なんかほら桃地は妄想とかしたりするんでしょ？乙女チックシミュレーションよくします。はい、え、何ですかそれ？こういうところデート連れてってほしいな。あ、そういうこと考えたりしてんの？はい、大好きです。ひょっとしたらこれチャンス問題かもしれない。パパが来いよ。女性のことなら何でも知っている武田さんと王子様が迎えに来てくれると信じている嗣永さんに問題です。ももち、ミイラ製造機が作動します。問題、初めてのデートでは行きたくないところランキングトップ20のうち7つ答えなさい。はい、自宅、ファーストフード店、どこだ、音がうるさいところ、カラオケボックス、海、山、30秒前、コンビニ、本屋、行きたくない、頑張ってください。20秒前、お召喚、あ、桃餅が髪型守ってる、野山、10秒前、お城、お城、公園、5秒前、4、3、幼稚園、2、1、幼稚園。武田さん、嗣永さん、チャレンジ失敗です。いや、全然分かってないんですよ、女心が。結局、行きたくないところはですね、神社、あとパチンコ競馬場。だって行かないもん。いや、だから行かない場所だってんじゃない。お気楽な気分でクリアできないのがミイラの沼、武田、桃地、ファラオ像を獲得ならず。